それでは次回2月1日水曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われたイベントの模様をお伝えします。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム、次回は川を追い出し大作戦をお送りします。市政ガイドでは市民税課から市民税、県民税と所得税などの申告についてをお送りします。直木賞作家の阿部龍太郎さんと前橋市長の対談の模様をお送りします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は2月のボートレース開催日程をお伝えします。2月18日土曜日から23日木曜日までの6日間は G1 第62回東海地区選手権、28日火曜日から3月3日金曜日までの4日間はツ・プライドラウンド第6戦マスターとヤングを開催します。桜の下を駆け抜けるマラソン&ウォーキング大会に参加しませんか？4月9日日曜日午前9時から石条湖周辺で2017竜王桜マラソン&ウォーキング大会を開催します。マラソンは中学生以上が対象の10キロと小学3年生以上が対象の3キロ、ウォーキングは小学3年生以上が対象のおよそ10キロと小学生以上が対象のおよそ5キロの4つの種目があります。定員は先着1000人程度、締め切りは2月10日金曜日です。申し込み方法など詳しくは広報通1月16日号をご覧ください。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは空から見た日本をお送りします。今回は南中央アルプスをお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。みんなの優しさが好き。